痛快南極探検隊の隊長、西田ひかるです。大佐、軍人になれば探検に必要な船なんかが手に入りやすいと考えたんだね。じゃあノブ君は軍隊に入ったんだ。いや、そうはいかないよ。だって彼はお寺の跡取りなんだぜ。なるほどね。の誓いを守る白瀬さんと一緒に暮らすのってなんだか疲れそうね。そうだね。でもここまで二つのものって何？口で言うほど簡単じゃないのね。そうだね。北極探検が近づいてきた感じだけど、なんかそろそろあいつが出てきてさぞ悔しかったでしょうね。こっちまで焦っちゃうわね。ここでちょっとブレイクにしましょう。今日のリクエストは秋田県この浦町の白瀬注意をよみがえらせる会の皆さんから。白瀬隊が船で聞いた永田謹慎さんの薩摩琵琶をリクエストします。なんと痛快人間伝始まって以来の日本の古典芸能のリクエスト。渋いよね。それじゃあ早速ミュージックスタート。南極までたどり着いたのに途中で引き返すのは辛かったでしょうね。うん、日の丸の旗を見たって言うから引き返す勇気もまた大事よね。その通りだよ、ひかるちゃん。白瀬さんはあ、ところでライバルのスコットとアムンゼンがどうなったか。君との探検に生涯をかけた人なのね。うん、白瀬さんの探検。それにしても山と雪原って美しい名前よね。あの、え、海って、じゃあどうやって海の上を犬ぞりで走ったのよ。探検隊が南極に挑んだけどないですね。そうなの。それに探検はもう、人間ってどうして探検に憧れるのかしら。じゃあ僕さ、今日の痛快人間伝はここまで。皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。取り上げてほしい人物の名前も書いてくださいね。宛先は痛快人間伝の係です。それじゃ、せっかく南極までたどり着いたのに途中、それにして